探し物。何だろう。これだけある。それでいいかし。どうしようかな。ああ、よかった。あら、マリン。ここに来れば情報には困らないわ。何か私に聞け。おじさんもたまには一人で飲みたい時もあるのさ。あら、どうしようかな。ありがとう。あら、どうしようかな。これです。ありがとう。どこに行こうかな。腕が鳴るぜ。さて、いろいろ。この辺かな。盗賊団はもう解散した。リーダーが小娘にやられたとあっては笑い話にしかならん。それであんたは何の用なのよ。冒険者というやつをやってみることにした。
それから俺の名はシュワルベだ。シュワルベね。なんかまた妙なことになってきちゃったな。何度も頼んで悪いなって思ってるんだけど、また頼み事してもいい？これなんだけど、やってくれるかしら？もっと？頼んでおいたものはできてる？どうし、ありがとう。これ必要だったのよ。どうし、
一つにつき銀貨100枚だ。グラセン鉱石っていうものがあるんだがね、これが鉄よりも硬くて軽いんだ。武器屋の親父が欲しがってるから持ってくと高く買ってくれると思うぜ。悪いな今のところ。どうしよしよし、ほらよ、報酬だ。それなら、それじゃ。
そういや最近は盗賊団は出なくなったな。わしがもっと若ければあんなドラゴンだぞ。だが今はもう山に登るのも無理よ。頼んだ仕事は今のところこれだけあるな。どの仕事？一つにつき銀貨100枚だ。怪盗デアヒメルって知ってるか？ここ最近街で話題になっている正体不明の女泥棒だ。宝石とか美術品とか高級なものしか狙わないんだそうだ。あんたも気をつけな。え？私？どこに行っても酒場って冒険者しかいないね。